はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、もうサムネにも出ていると思いますが、久しぶりにラーメン YouTuber ことすするくんとねコラボ動画の撮影に参りました。もうだいぶ前からね、すするくんにあのラスカルが好きなねお店に連れてってくれとずっと言われておりまして、本日はですね、僕の一番大好きなラーメン屋さんジラフさんにですね、すするくんをアテンドしていこうと思っているんですけれども、久しぶりのすするくんとのコラボ動画なので、ただこう僕のね好きなラーメン屋さんのラーメンをアテンドするだけじゃちょっとつまらないなと思いまして、まあ、小さなねプチドッキリを仕掛けていこうと思います。まあドッキリのね詳細は後ほど、もうすでにですねジラフさんの近くにいますので、早速ねお店の方に向かっていきたいと思います。そしたら早速向かいますか。今日の気温はこの真岡市ね35度予想ということで、車内からもねめちゃくちゃ暑い。もうだんだんね車のエアコンが効かない時期になってきましたわ。暑いな。よし、本日の目的地到着しました。ジラフさんですね。ということで本日の目的地ジラフさんに到着いたしました。まあ僕はねちょっと機材が多かったりと準備に時間がかかりますので、先にね店内の方に入ってすするくんを待ちたいと思います。マジ暑い、暑すぎる今日。あ、もう回ってるマジでということで本日のゲストです。はい、ズルズル、どうもすするです。もう回したんだ、いつの間に、もう回したということで、はい、今日は、うん、僕おすすめというか、はい、人生で一番好きなラーメン屋さんをすするアテンドということで。いや、そうなんですよ、はい、ずっとすすりたいなと思ってたんですけど、なんとなくこうなんかラスカルさんの根城みたいな感じを勝手に思ってた。ただ正直、はい、多分2年越しぐらいだよね。ぐらい、もう2年前ぐらいから連れてこいと、うん、あとずっともう言われてて、早く連れて行けともう言ってたんですけど、俺マジだと思ってなかったから。いやいや、なんで勝手に行くんだろうなと思ってたから全然そんなもん。いや、行くんだったらラスカルさんと一緒がいいなと思ってた。ありがとうございます。で、一応今日は、はい、あのアテンドなんで、うん、もう店員さんおすすめということでメニューは選べません。もう決まってるみたいです。あ、何、もう出てくるの？出てくるって一番怖いってマジで。それラーメンか混ぜそばかもわからない。わからない、やばマジで。あ、俺も全然知らないから。まあなんか店主さんの性格上やっぱメインがラーメンだから、とりあえず食べてほしいって気持ちあると思う。なるほどね。まずはラーメンと、まあとりあえずもう営業終了するんで。なるほど、はい、はい、ラスロでちょっと入っていきましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。ということで、はい、はい、店内に入ってまいりました、で、今日は、あの食券買ってませんので。はい、でもラスカルさん来たらいつもこうなの？まあもちろん撮影の時はね、大きいのいただくから、はいはい、事前に相談はするけ ど、 なるほど、ね、相談したものが出てくるとは限らない。あ、そこももう本当に出てくるまで分かんない。分からない。すごいな、マジで。どんなお店でもどんどんもう恐怖が勝ってきてるの、マジで。まあでも俺もね、一通り食べてるけど、もう全部のメニュー大好きだから。あ、本当、まあ、何が出ても最高だと思う。なるほどなるほど、うん、大丈夫です。そうか、何が来てもとりあえずうまいっていうのは確定してると。量は分からない。いや、怖えな、ちょっとすり鉢とかマジ食えねえよ、ほんと。まあ、楽しみだ、めっちゃ楽しみにしてきたんで。まあもう2年越しぐらいで結局、うん、連絡しながら、そんぐらいかかったね、連れてってくれ、ラスカルさんと連絡もらって、はい、いや俺冗談かと思ったの。いや、どんな冗談なんだよ。いや、だから自分で全然行くでしょと思ったから。なるほどね。ちょっとなんか気使ってくれてて、2年待ち。いやいや、めっちゃ待ちましたよ。俺はアミンかっていうぐらいの待ちっぷりですから、これは本当に。まあ、スッスの好みも知ってるから絶対に満足してくれると思うわ。まあまあ、あ、ほんと、うん、あ、めちゃくちゃうまそうなの来たぞ、早速。め、俺、特茶会に行ってる間にこれがね、めちゃくちゃうまいの。もういい匂いしすぎてるもん、ほんと。ピリ辛メンマとかば焼きっていう。かば焼きっていう名前なの、これ。もう本当にここしかないね、あの特別な漬け卵だよね。もう山椒入りの、そう、ちょっと甘辛いみたいな。甘辛のピリッとした風味の。めちゃくちゃうまそうだわ。これめちゃくちゃうまいから。すげえいい匂い。いや、山椒好きなんで僕、だいぶ。相当な山椒好きなんで、ほんとに。あ、そうなの。めちゃくちゃ好き、山椒。このメンマもう、今食ったらまずい。もう食いたい。正直、めちゃくちゃ辛いって。いいと思うよ。めっちゃ辛いって言ってました。全然。でも今日は、なんか普通そうな量だけどね。そうね。あの、すり鉢はなしだね。全然普通っぽい量。うわ、もうお任せで。お任せとかいや、本当はね、ないんだけど、今日はおすすめということで、もう完全おすすめで。あ、そうなんだ。はい。いや、美味しそう。油が。めちゃくちゃうまいから。はい、食わしてくれよ。
今日何も食ってないの？何も食ってないマジで。あ、いただきます。あ、ありがとうございます。おお、ありがとうございます。来たね。いただきます。あ、うまそう。いや、めっちゃいいわ。いきますか。いきましょう。できたでいきましょう。はい。いただきます。いただきます。いただきます。よし。俺のね、一口目はいいからね、すするの一口目を抑えたい。いただきます。最高だな。マジでうまい。油うまい。やっぱ一日目の一食目これって最高じゃない？最高。キャベツも多めでめっちゃザクザク食感最高。そう、うん、いやマジでキャベツめっちゃ入ってるな。豚もめっちゃうまそうだわこれ。すっげえいいじゃん。なんか油の乗り方が上品じゃないの？マジやばい、うん、豚はすげえうまそう。豚やばいっすよね。豚やばいっすよね。豚やばいわ。やばいでしょ、うん、うまい。これ結構あの持ち帰りのラーメンとか冷凍ラーメン、うん、いわゆる二郎系のチャーシューとかってちょっとやっぱどうしてもパサつくじゃない、うんうんうん、解凍した時に、うん、あのここの冷凍ラーメンは家持ち帰って作っても超ジューシーだから。冷凍でも大丈夫なんだ。全然。豚うまいわ。すごいでけえ。あ、でかい。あ、そう、ね、でかいでかい。やっぱ豚でかいな。あ、うまっ。いや、マジでうまい、うん、俺も何ヶ月ぶりだからな。最高にうめえだ。2、3ヶ月ぐらい前になんか言ってたよね。そうね、動画で見た。店員さんとよく LINE にするんだけど、うんうん、すっごい研究する方だから常にこうスープをちょっとずつ改良してるんだけど、改良したって聞くとすぐ飛んでくる。あ、でもほんとこうブラッシュアップどんどん重ねてどんどん上手くなっていってると。俺が来たのがもう 4,5 年前だけど、うん、4,5 年前に一番好きだと思ったんだけど、うん、それがまた進化してるから、うん、ずっと一番なのよ、うん、俺の中では。どんどん上手くなっていくと。そう、すごい。やっぱそういうことだよね、トップっていうのは。そうね。いや、麺うまそう。なんかいや、マジこの麺超うまい、うん、いや、このね、麺がやばいのよ。この麺、あんま二郎系で見たことない感じの麺だ。ちょっと食って、うん、ちょっといただきますか。食って、その麺、うん、ちょっといきますよ。うん、うん、うまいね、うん、めっちゃうまいわ。めっちゃうまいっしょ。麺うまっ。とんでもないのよ、この麺。これは確かにラーメンでもうまいし、それこそ混ぜそばとかつけ麺でもめっちゃうまくなりそうな雰囲気ある、うん、動画撮り始めて、うん、ジラスさん初めて来て、うん、その当初からずっと言ってるんだけど、うん、ジラスさんはもう二郎系ではないって話をしてて、もうジランはジラフだっていう話をしてるんだけど、ジラフという食い物とか。そう、確かにそうかもしれない。これはよかった、2年越しに連れてこれて、うん、マジで。ピリ辛メンマ行く？メンマ行きたいな。メンマ行こうよ。これ入れちゃったらいいのこれ。まあ一緒にこうこう麺と掴む感じのが。麺と一緒に食うんだ。こんな感じで一緒に食った方が好きかな。マジで。うん。うん。うん、メンマうま。うん。うん、メンマうま。めちゃくちゃうまいのよ。このメンマ超うまいわ。うん。うん。かば焼き行ってみたろっつって、人生初かば焼きちょっといただきます。うめえな。これはちょっとマジで、うん、めちゃくちゃうまそうだわ。うん、いや、やば、なんか新しい世界開けるというか。そうでしょ、デザートみたいな。そう、すごいなこれ。甘みもしっかり強いんだけど、うん、でその山椒のねピリッとした辛みというかね、後味はしっかり締まるから、うんうんうん、なんか甘くてもったりするだけじゃないっていう。新しいこれマジで。うまいよ。うまいでしょ。まあ、俺が作ったわけじゃないけどうまいでしょ。そうなんだ。そうなんだけどめっちゃうまい。うまいでしょ、うん。ちょっと俺もかば焼き行ったろ久々に。行っちゃってよかば焼き。うん。うん。うまい。やべえな、もうなくなるな。うん、めっちゃ早い、なくなるの。中間で俺400だったけど。あ、400なの。これのはね、あの秒です。400なんかこんなうまいもんは一瞬でなくなります。いや、すごい。
結構オンリーワンなラーメンだこれは。いや本当オンリーワンです。うまかった。まだ厨房は動いてるね。え？うわ。今しっかり完食したけど、はい、はい、いただきました。大変美味しくいただきました。厨房からは音がしますね。てかなんか麺締めてるような。麺締め。ああやばい。味噌カレーつけ麺。あれ今年デビューなんでしたっけこれ。今年からのメニューをいただけると。そう、ありがたい。本年夏季限定で、まあ毎日やってるわけじゃなくて、ある時もあるよみたいな、そんな限定なんだけど。なるほどなるほど。結構レアな限定でしょ。めちゃくちゃレアだし、俺も食ったことね。あ、マジで。うん、腹大丈夫ってか。あ、まあいける。まだいける。つけ麺だったらいける。つけ麺だったらいける、うん、まあまずは麺からしっかりとしっかりとね。うん、あ、うまい。うまい。やっぱいいわ。つけ麺にしたらまたちょっと。いや、麺うまっ。うまいっしょ。めっちゃうまい、この麺。ちょっと俺も麺いっちゃうか。うん、あー、うめっ。うまそう。うん、すげえ、新しい味だ、ほんと。うめえ。うん。食ったことないですよ、マジで。食ったことない、うん。あの結構ちゃんと辛いかも、カレーの。うん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 。味噌、結構やっぱ甘みのあるこの味噌とカレーの組み合わせは。うん、ほんとこのザラッと感っていうのが、食感もさ、うん、マジで混ぜそばレベルで、このスープの中に材料が入ってるのが分かるのよね。ほんとな、そんな感じするわ。うん。一緒に食うとやべえわ、漬け汁と麺。絶対うまいだろ。やばいね。よし、食べた。でっかいね。やべえ、でかい。これはやばい。でかいじゃん。これはやばい。すすりのがでかいってそれ。これ結構やばいな、マジで。うん、うまい。本当に肉がうまいし、味付けもうまい。マジでうまいな、チャーシューも。よかった、今日何も食わないで。めっちゃ腹いっぱい。もう何も食ってないけど腹いっぱい。やばいやばい。きた。二郎系には結構やばいっすよ。きた。あとやっぱね、いや、うまいんだけどさ、うん、結構油のパンチがもう、あ、そうね、すごいから。豚がやべえ、あと麺はいけるにしても、マジで豚がやばい。うまい豚ほど満腹の時に辛いよね。そうなの。うまいがゆえに辛い。そうそうそう。ちょっと残ったかば焼き、行ってみるか。これも絶対うまいと思うんだ。でもさ、一回さ、ちょっとさ、漬け汁からのかば焼き行ってみて、うん、こんな辛かったのに不思議とラーメンと食う甘さが増す、うん、あ、じゃあ漬けた方がうまいわ。そう、なんならめっちゃ味が濃厚になるな。やべえ、やばい。いろんな意味でやべえっす。やばい。マジで早い。もうちょいだね。でも本当に麺はいけんの。豚が豚の人マジでやばい、これは。いや、激沈は本当にないな、ほぼほぼ。まあそっか、あの注文外のものが出てくることはないもんね、まずね、まあ、基本的には、うんうん、豚子しかここからしかない、まあ、今のとこ。まあここかってか俺かって感じで。あ、これラスカル仕様なの、ね、やっぱ。あ、じゃあ、あのごめんね、嘘ついてた。俺が言った。まあだろうな、やっぱそりゃそうなのよ。2杯行きましょうって俺が言った。やばすぎる、マジで。二郎系の2杯はね、結構段違いきつい、本当に。だから、あの今日朝 LINE で今日は連食って聞いた。それでなんだ。俺この動画の後に行くのかと思ってたわ。激沈は申し訳ないから。なるほどね。食えるか確認した。なるほどなるほど。いや、結構ハードだ、マジで。うん。めっちゃ涼しいのよ、でも本当に最高なの。やばいでしょ。でも麺がすごい美味しかった、本当。しかもつけ麺っていうか、この水で締めたジラフさんの麺を食べたいなって、そのラーメン食った時に思ったんで、つ、うん、け麺をいただけてすごい嬉しかったですね。あー、ちょっと出直してくるわ。修行が足りないね、まだ。ああ、じゃあごちそうでしますか。ああ、はい、よろしくお願いします。ごちそうで、辛そうなんで今日はエンディングこれぐらいにしておきますか。はい、特に取らずに今日は締めようか。なるほど。ゆっくり休んでください。お疲れした。お疲れでした。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。すすごめん、2年前ぐらいからずっと連絡をもらってたのに、ついにというか、やっと
ジラフさん一緒に行けました。うん、今回に関してはですね、コラボ撮影ということで、もちろんね、同時刻にすする TV の方でも動画が上がっております。そちらはですね、概要欄からぜひチェックしてほしいんですが、なんかね、よかったね、この撮影。もちろんコラボ動画ですので、撮影を兼ねて行ってるんですが、こう、なんか、一番好きなお店を、好きなね、友達とワイワイと楽しみながら、ラーメン食べに行った、そんなね、感覚になれるような撮影でして、こう食べてる最中もですね、横でこう、うまいとか、美味しそうな顔、そんなね、様子を見れるだけでなんか幸せな一日でございました。ただですね、もう相当お腹いっぱいになっていたみたいで、帰りはね、駅まで送ってったんですけれども、その、キロの車中の間、ずっとですね、こう、うなっておりました。かがむたびに腹が圧迫されてやばかったみたいです本当にね、ごめん。でも楽しんでもらえたようでよかったよ。はい、ってことで本日の動画はこのあたりで、またね、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。